第2回ボンボーリ祭りでの神僧の儀の様子、第2回ボンボリ祭りでの望のみ札き上げの様子2011年に放送されたテレビアニメ、花咲く色派劇中に登場する主要舞台のモデルとなった湯ゆ,ゆ温泉は放送開始以降多くのアニメファンが訪れる、いわゆるサブカルチャーによる聖地巡礼の名所となった。 開始当初は地元でも認知度が低かったことから、作中のシーンを真似るファンの光景などを地元民でさえ不思議がっていたが、次第にインターネット上で噂が広まり、エンドロールに協力地として明記されたことから、2011年のゴールデンウィークには宿泊予約が相次いだ。そして大々的にタイアップ事業を展開する湯浴温泉では、劇中に登場する架空の神事。 ボンボリ祭りも観光協会は綺麗な祭りだとしてアニメ制作会社 PA ワークスの協力を得て2011年秋に開催することを決定する。なお、本行事は2008年7月28日にかかる地域を襲った浅野川水害からの復興3周年記念イベントの一環としての性格も持つが同協会は恒例行事としての定着を狙っていた。 毎年7月から約300基のボンボリを設置、10月の連休2歳児を行っている。温泉街入り口からゆ々稲荷神社を通り、お焚き上げの儀を行う玉泉湖までの約500メートルを大列の行列が進む景色である。開催初年となった2011年は、主催者発表によると約5000人が集まった。この模様の一部はユーストリームで生中継され、 延べ1万4000人を超える市長があった。結果、東日本大震災の影響による減少があったにも、かかわらず、平成23年度における湯ゆ温泉の入り込み、客数は6万2261人と全年度を7.4%上回ったことが、湯ゆ温泉観光協会から発表されている。北陸新幹線、長野。 金沢開業後の2015年の祭りには、初回の2.8倍近くの1万4千人が来場した。地域に根付く祭りにすることにこだわり、宿のサービスもあえて、アニメと、毎年春に日程を発表するや、稲や湯ゆ,ゆ温泉中の旅館が満室になるほどとなり、ファンのみならず、カップルや家族連れ、祭りがアニメ発祥と知らない人たちも、多数訪れる行事となった。 建てられている神様は狐を従えた小さな女の子で、そのためすぐに迷子になってしまう。神名月、日本中の神様が出雲へと帰っていく日に、神様が進むべき道を迷子にならないよう、ぼんぼりをかざし、道しるべを作る。そのお礼に、女の子の神様が望み札に書かれた、ありがとうございます。